町からお医者さんがいなくなると困りますよね。はい。おはようございます。のりちゃんでございます。今日は11月のね、7日木曜日の読売新聞の朝刊、29ページ地域面ですね。こちらからね、今日は紹介させていただきたいと思います。はい。大見出し。いつもの大見出しからいきますよ。こちら。はい。地域医療改善策を探求。地域医療改善策を探求と。はい。出てますね。はい。こちらの方、改善策っていう探求。誰がするのかなということでね。こちらの女子高生の方々が出ております。はい。リード。高齢化率32%、全国9位で過疎化も進む和歌山県での話ですね。こちらの方の、厚生労働省が9月に発表したですね、再編統合の検討が必要な公立、公的病院っていうのがやっぱり掲げられておりまして、で、その中に、中山間部の地域の病院も含まれると、ここのところがちょっとポイントになってます。中山間部の医療機関も含まれるということでね。ただ単に再編統合するっていう、余ってるところ統合するだけじゃなくてですね、過疎化がちょっと進んでる街の中のお医者さんも統廃合を進めようという、こういうちょっと国の政策があるということで、様々な問題があるんですけれども、この問題に対して、ちょっと女子高生たちがちょっと取り組むということなんですけども、すっと前置きでね、今ですね、これ文部科学省のね、指導でですね、地域と共同による高等教育改革推進事業の指定校となった、これは親愛高校という和歌山県の高校なんですけれども、実地期間は3年間で、1年生は医療、産業、経済、行政、農業、林業の各テーマの興味のある分野を選択、専門家に話を聞き、5人程度の班ごとに課題を考え、改善策、を導き出す。こうしたリージョン探求の授業を月4時間も受けているということで、こういうね、学校の取り組みがちょっとあるということですね。その中の5つある分野の中の医療というところを選んだ人たちの、女子高生たちのちょっとお話なんですね。はい。で、こちら医療を選んだ上野先生っていう方からですね、ちょっといろいろ話を女子高生たちがお伺いしてまして、中山間部には医者が少なく、満足な医療を受けられない県民がいるということをちょっとね、教わったということで、その話を聞いた森本、ひまりさん、15歳の方がですね、実際にね、100キロ離れた、病院に行ってですね、話を聞きに行くということで、その中で、答えをですね、みんなで議論するということですよね。すごいですね。僕も高校生だった時、何考えてたんですかね。もう、恥ずかしいですよね。すいませんって感じなんですけれども。この時で、話し合ってですね、医師不足や偏在はすぐには解消できないということでね、通院する人が、生活習慣看病の患者が、減れば、通院する人がかなり減り、問題解決につながるのではということでね、考えられております。でもね、話を聞いたときに、患者さんの9割が生活習慣病ということでね、そういう実際の話を、聞きに行くと。そうして私たちができることが一体何なのかということをちょっと考えると。はい。この考えの中でやっぱり習慣病を減らすため、野菜中心のメニューを伝えるための料理教室とか、運動不足解消のための軽い運動教室を地域で開くことを、提案したということでね、なかなかですね、こういう関わり合いっていうことを考えるっていうことは、もう素晴らしいですね。もう自分のことしか考えてなかったですね。女にモテたいとかですね、成績が良くなりたいとか、いい大学入りたいとかって、やっぱね、そうなんですよ。もうこれからの時代はダイバーシティということでね、働き方のね、多様化が進みます。はい。インターネットもどん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 普及していきますんでね、こういったことがね、できるように、やりやすくなってくると思いますので、頑張っていただけたらないかなと思います。はい。で、最後、締めのまとめっていうのがね、必ず新聞に載ってます。担当の水上雄太郎教諭、26歳。26歳っていう、僕46なんですけど、初めは意見を出すのをためらう生徒が多かったが、授業が進むにつれて活発に議論するようになったということでね、すごい成長を喜んでいただいているということで、で、最後に、森本さん自身は様々な地域医療の課題を解決できるように勉強し、成長していきたいということで、締めております。はい。
やっぱりね、若い人たちの時代なんですね、これからね。はい。で、僕らも、これからも頑張っていくんですけども、やっぱり、若い人たちが働きやすいようにね、サポートしていくのが、まあ僕ら、ちょっと年配の、これからの、働き方になるんじゃないのかなと思っております。はい、以上でございます。はい。ということで、尼崎、今日金曜日でしたけど、これ、全国的にもうすごい話題になってますね。うちの尼崎でもね、すごくこう、盛り上がってました。はい。井上選手、おめでとうございます。そんなこんなで明日土曜日です。今日も張り切ってね、参っていい週末を迎えましょう。それではまた明日。バイビー。